SC-3000 とは、セガエンタープライゼスが開発したゲームパソコン。日本国内では1983年7月15日に、セガ自らが発売し、海外では OEM 販売されていた。メーカー希望小売価格は29,800円。後に、初代機のチクレットキーボードを、プラスティックの本格的なキーボードに改良した後継の上位機種である、 SC-3000H を展開した。別売りのベーシックカートリッジを使用することで、当時一般的だった、ベーシック言語によるプログラミングができた。ベーシックカートリッジには、レベル2、レベル3、ホームベーシックのように、ラムサイズ、命令、数値計算の精度が異なる複数のバリエーションがあった。レベル2では、SC-3000 用のレベル E やと、SG-1000、 SG-10002 対応のレベル II ビートがあった。ホームベーシックはメニューから呼び出せるサンプルゲームやスプライトエディタが搭載されており、言語のみではなく単体で使えるユーティリティを内蔵しているところは、翌1984年6月に発売されたファミリーコンピュータのファミリーベーシックも同様である。キーボードを活用したソフトウェアとしてはベーシックの他に、 数学や英語などの学習カートリッジが発売されていた。ボディカラーとして黒、白、赤の3色が存在した。SN76489A 本機はシステムプログラムが別売という条件ではありながら、同年11月発売の MSX と同等の性能で29800円という当時のゲームパソコンよりも数万円安い低価格を実現し、 発売前の受注段階で数万台の売り上げを計上したという単体ではシステムとして使用できない反面効果であったロム、ラムを本体から切り離すことによって本体価格の引き下げを可能にしているほか購入する言語によってメモリ容量や仕様を選択できるという利点もあったこの数字に自信を得たことや同時期に任天堂が ゲーム専用機を開発中であることを聞きつけた中山駿社長の鶴の一声で s c 3 0 0 0からキーボードやビデオ出力端子、カセット、プリンタ端子等を配したことにより、ほぼ半額の1万5000円という大幅なコストダウンを実行した廉価版 SG-1000 も同日に発売した。なお、任天堂のファミリーコンピュータも全く同じ日に発売されている。 SG-1000 の SG はセガゲーム、SC-3000 の SC はセガコンピューターの略である。CPU や VDP は MSX1 やソードの M5 等と同じで、ほぼ同等の性能、表現力を持つ。ただし、これらは開発時に意識したというわけではなく、当時のゲームパソコンで低価格を実現するためにチップ。 などの汎用部品を採用した結果ほとんど同じような構成になったという。そのため、コンピューターとしてのアーキテクチャーはすべて異なり、ハードウェアソフトウェアともに互換性はないが、その類似性を使用し、機種依存部を書き換えコンバートした MSX ソフトウェアの海賊版などが海外では発売されている。対応ベーシックは、レベル2、レベル3とも予約語が少なく、 M5 のベーシック G や MSX ベーシックの方がベーシックとしては高機能であった。本機のアーケード版とも言えるパソコン学習机も存在した。筐体に内蔵されたベーシック各種ゲームカートリッジをコイン投入後一定時間利用できた。オプションとしてデータレコーダイース R-1000 が発売されており入出力を音でモニタできるほか、 音声の入出力の信号に伴い、読み込み終了時にはモーターが停止、書き込み時には自動的にモーターが動作するようになっている。これらの実装に伴い、予約後としては用意されているモーター命令や実際のリモート端子はハードウェア的に省略されているが、ベーシック内部では制御が行われている。また、三インチコンパクトフロッピーディスクドライブキロバイトの 拡張ラム8キロバイトの拡張ロム、プリンターポートシリアルポートを搭載した拡張ユニット、スーパーコントロールステーション SF-7000 も発売されていた。その実売価格が高価であったことなどから、実際に市場に存在する数は少ない。カートリッジの端子に接続し、ディスクから起動することが可能になっている。フロッピーへの入出力に対応したイベーシックが添付された。 日本国外にも展開された。オーストラリアでは、ジョン・サンズ社、ニュージーランドでは、グランド・シュタンド社、フランスでは、イエン・オー社によって、OEM 販売されていたほか、スペイン、イタリアでも OEM 販売された。販売台数は欧州だけで初年度で十数万台と、初年度で国内外合わせて20万台というセガの、見込みを超える成功を収めたが、日本やヨーロッパには、 MSX など数百万台も普及した競合機があったことを考えると普及率としては成功したとは言い難い。しかしオーストラリアニュージーランドを中心とするオセアニア地域では低価格帯のパソコン市場に競合機が存在しなかったこともあって市場をほぼ独占する成功を収めた。日本同様テープ版ソフトやスーパーコントロールステーションが発売されたほか 日本未発売のライトペンや3インチディスクのパッケージソフトも発売された。ニュージーランドでは SC-3000 専門誌、セガコンピューターも刊行されていた。この人気はアンストラット CBC がオセアニアに上陸する1986年頃まで続いた。ありがとうございます。